フィルブルック美術館は、オクラホマ州タルサにある美術館である。フィルブルック美術館は、実業家ウェイとフィリップス夫妻の邸宅であった、イタリアルネサンス町の建物を1939年により、美術館として公開している。フィルブルック帝は1926年より建築家、エドワード・ビューラー・ディルクの設計で建設が始まり、翌年に終わった。 ビラフィルブルックと呼ばれた、この邸宅には72もの部屋があり、広さは23エーカーと広大であった。1938年に、ウェイト・フィリップスはこの邸宅を文化振興の目的で使ってほしいとたる差しに寄贈した。そして1939年により、フィルブルック美術館として一般公開される。1940年にはアートクラスのためのスタジオが、 1949年には、子供のためのミュージアムが追加された。ルネサンス及びバロック期の彫刻や、美術品で知られている。その中には、ピエロ・ディ・コジモ、ジェンティール・ダ・ファブリアーノ、ビア・ジョ・ダントニオ、タンツヨ・ダ・バランド、ベルナルド・ストロッチなどがある。19世紀の作品には、ウィリアム・アドルフ・ブグローや、ジャンバティスト・カミー・ユコロー、アメリカのトーマス・モラン、ウィリアム・メリット・チェイス、 レビウェルズ・プレンティスがある。ネイティブアメリカンやアフリカ美術のコレクションも充実している。ありがとうございます。